はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は最近動画で公開させていただいたアメリカアマゾンの商品ページの英文化サービスですね。この英文化サービスを始めたシーンについてもうちょっと深く話しさせていただきたいと思います。英語のアメリカのアマゾンの商品ページですね。このタイトルや説明文っていうのを、簡単に言えば私がお任せで作りますよっていう話なんですね。それ以外に簡単なシンプルプランだと、例えば英訳するっていうことも行います。ただその普通の英訳だったらクラウドワークスとかランサーズで頼めば早い話なので、そういった単純な英訳ではなくって、あくまでも物販セラーの目線からアメリカアマゾンの商品ページとして適切かどうかっていうところを自分自身がね、プロフェッショナルな目線でチェックするっていうことがサービスの主な売りになってきます。本来テストマーケティングまでなる早で行っていただいた方が物販の良さっていうのが分かるからなんですけど、デスマまでいかないっていう方がやっぱいらっしゃるんですよね、セスさんでも。っていうのも思ったより商品リサーチが大変だっただとか、あとは商品リサーチがなかなかうまく進まないだとか、そういった理由でコンサルティングの期間っていうのが結構過ぎてしまって、テストマーケティングに行き着くまでに時間を要してしまうって場合、助太刀としてね、自分が商品ページを見本で一度作ると、山本五十六じゃないですけど、やってみせ行って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かじの考え方で、自分自身で商品ページをまず作って見せて、こういうふうに作るんですよっていうことをお伝えすると同時に、商品ページ作りっていうのを初めは、少しショートカットをしていただいて、その分商品を売る楽しさっていうのをなるべく早く感じていただきたいっていう思いがあるからなんですね。で、それプラスアルファなんですけども、ゆくゆくは自分の生徒さんに雇用を生みたいっていうのが自分の考えとしてはあるんですよ。でも自分の生徒さんが、じゃあすぐいきなり講師の仕事をやりましょうって言うと、なかなか難しいと思うんですよね。セラーというプロフェッショナルと講師というプロフェッショナルっていうのは全然違います。例えば大学の数学の先生が数学の授業めちゃめちゃつまんないっていうパターンってよくあると思うんですよ。高校の数学の先生とか、要するに数学をやる側の人とすれば、その人はめちゃめちゃ頭がいいのかもしれないですけど、先生としては素質ない人っていうのが結構いるじゃないですか。で、そういう人が先生やってるから数学がどんどんつまんなくなるっていうことって往々にしてあると思うんですね。それと同じように、物販で実績がめちゃめちゃ出てるからといって、その人が講師やったら先生としても優秀かどうかっていうのは全くの別問題っていうことを考えると、いきなりコンサルタントとして自分の生徒さんを起用するっていうのはなかなか難しい部分っていうのもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。その代わり、今回のこの商品ページの制作代行といいますかね、商品ページのタイトルや説明文を書くっていうのであれば、英語力とあとはセラーとしての多少の経験っていうのがあれば、それなりに行うことができます。さらに自分が必ずチェックしますから、クオリティっていうのが下がることっていうのもないと。だから今回こういった細かいサービスっていうのを今後設けていくことによって、そしてそのサービスっていうのを、今は生徒専用って感じでまたプレリリースしてますけども、生徒さんだけではなくって、生徒さん以外の方とも、接点を持つ一つのチャンスとして自分自身も捉えさせていただいて、自分の商品ページがちゃんとできてるか気になる、もしくは商品ページがなかなかうまく作れてないっていう場合は、一度ね、単発の短期コンサルというか、単発コンサルっていう形でやっていただければなと、お問い合わせいただければなと思って、今回このようなプランっていうのを設けさせていただいた次第です。でかいこと言えば、やっぱ雇用だと思うんですよね。雇用を生んでくって必要があると思うんですよ。現在でも単発で生徒さんに仕事を依頼したりだとかはしてるんですけど、そういったシステムっていうのをもっともっと今後も構築していこうと思います。で、それに従って結果的に皆さん、それは生徒さんもはもちろんのこと、生徒さん以外の方にとってもプラスになるような細かいオプションサービスみたいなものっていうのをホームページ上で発表させていただいて、で、皆さんが私の人となりっていうものも、そういった細かいサービスの依頼を通じて見知っていただければ、あ、黒沢さんと取引してみたけど、単発で取引してみたけど結構良かったなというふうに言っていただけるようにしたいなって思います。小学生、これビデオだよ、ビデオ。小学生の子供が興味津々で見てたので、ちょっと説明しました。スタビライザーを使ってこういうふうに撮影しているのって結構珍しいですよね。はい、というわけでここら辺で失礼いたします。